はいどうも、タクラムです。今回は最新ガンバ大阪スカットを使っていくということですね、今回こんな感じでね、ガンバ大阪スカット組まさせていただいたんですけれども、まずね、一番今回のガンバの注目、監督ですよ。片野坂さん就任しましたということで、片野坂サッカーをこのガンバのね、ハイレベルな選手たちでできるっていうところは、まあ、2022、めちゃめちゃガンバ成績残すんじゃないかなと思いますね。で、この冬ね、主な放出からまず話していくんですけれども、まあ、主な放出で言うと、矢島選手、菅沼選手、小野裕二、まあ、そしてあと遠藤選手のジュビロ磐田への完全移籍だったり、まあ、キムヨンゴンがウルサンに行ったりと。で、あとは一番ね、最近で言うと井出口選手がセルティックに移籍したので、まあ、先日ね、セルティックデビューも果たしてましたね。反対に、この冬ね、加入した選手が結構熱いと。まずは湘南ベルマーレから斉藤美月選手が来たので、まあ、役割としてはおそらく井出口選手のように中盤で起用されるはずなので、まあ、井出口選手のようにボールを刈り取るはずです。で、続いて徳島からね、福岡選手来ました。福岡選手に関しては足速くて、まあ、両足使えて、まあ、ボールも運べる選手なんで、まあ、結構面白いと。で、あとはですね、まあ、メンタルが異常っていうところで、身体性発表会みたいなやつですね、一発芸できるぐらいのメンタル持ってますから、まあ、彼のね、そのプレー以外のところも結構注目かなと思います。まあ、あとは助っ人ダワンだったり、まあ、コンギョンウォン来てるので、まあ、シーズン始まったからね、どういうプレーやってくれるかっていうところはなかなか楽しみ。で、あと石毛選手がね、まあ、清水ファジアーノからですね、まあ、来ましたので、まあ、久しぶりの J1 になるのかな？どういうプレー、どういう活躍してくれるか楽しみで、まあ、ガンバで言うとあと若手、中村二郎選手と山見博人選手。この二人がね、どこまでグイグイいけるか。中村選手に関しては宇佐美堂安以来の高校2年でのデビューですから、めちゃめちゃ期待がかかりますね。で、山見選手に関しては結構ね、わかる方、覚えてる方いるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、清水戦での衝撃ゴラストデビューというところで、まあ、今年ね、ついに加入しましたから、まあ、どんな活躍するか超楽しみですね。まあ、今回ね、こんな感じに組まさせていただいたんですけども、まあ、早速ね、3試合ぐらいやっていこうかなと思いますので、ぜひ皆さん最後まで見ていってください。で、よければね、J リーグ好きな人、ウイレ好きな人、チャンネル登録、高評価もお願いいたします。ということで、早速やっていきましょう。レッツラー、ガンバ大阪。さあ、データ掃除進中からの川崎フロンターレやっていこう。さあ、これが1試合目なんですけれども、調子見ていきましょう。どう？斉藤美月絶不調じゃん。まあまあ、新戦力だから使ってって、相手どんな感じ？はい、歴代フロンターレだ。三笘もいる。さあ、対戦お願いいたします。ということで、これが1試合目。大島縦パス、家長反転が怖い。左足持ち替え。オッケー、読んだよ。読んで、パトリックからこの意表をつくスルーパス。抜けるのが宇佐美隆。いや、初ゴールは、やはり、エースが、田中碧。やばい。三笘ドリブル。行き過ぎないでダブルタッチを誘い込む。やばい。おー、危ねえ。小林優らしいわ。で、ここ中央入れて、斉藤美月落として繋いでこう。いいよ。で、サイド石毛がフリー。いや、ここ開くね。結構開くね。で、宇佐美が入れ替わる。はい。いや、シンプルに行くか。パトリックに。パトリック。あはい。パトリックは空中戦強いです。シミッチも来てるから、そこをカバーして、はい、ウェリントンシューバー。はい、ウェリントンシューバー、いいね。三笘封じ。で、こっから、縦パス。はい、パト。反転。宇佐美抜けろ。抜けた。次こそは。次こそは。宇佐美、宇佐美。宇佐美コンか。うわ、高志。さあ、後半やっていこう。まあ、ちょっと宇佐美のゴール見たいね。次、もう少しシンプルに行きたい。ただ、開幕からチュセジョンのこのバックスピンロブです。これで、パトリック。惜しいな。この攻撃はありよ。で、ここで相手焦らせてく。焦らせてく。ウェリントンシューバーめっちゃボール奪う。で、宇佐美、コンカ、決める。おー、マジ決めた。いや、ついに決めたね。待望の、今シーズン初ゴール。ただ、一番面白いのが、まあ、会見でのその一発ギャグよね。あのメンタルはすごい。メンタリティ神よ。マジで。うん。一気にチーム馴染めんもん、あの選手は。あ、やばい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 。もうちょいなんか、雰囲気的に静かな選手かと思ったら、超、まあ、ギャグ戦高い選手だったかも。うん。はい、やばい。小林、オッケー。PK やないかい。ゲンタ似てるな。嘘、どこ PK よ。家長さんってどこ蹴る？いや、なんかさ、コロコロ真ん中来そうじゃね？家長さんって。相手の心理的に。なんか時間をかけて、コロコロ、真ん中。ほら、コロコロじゃないけど、真ん中だよ。なんとなく察した。あ、いいよ。ここからカウンター。ここで失点しなかったのでかい。で、ウェリントンシーバーのこの抜け出し。オフサイドはない。完璧。ここで、ループ。決まれ決まれ。いやー、ミス。ただいい抜け出し。いや、石毛はね、最後まで見たいから、ST で見て、で、左に藤原入れるか。で、右に柳沢選手見てこう。これでやってこう。ここで石毛チャンス。お、いいやん。ST でも意外と。ここの、なんだ、右 ST ボール奪取率高いぞ、結構。はい、石毛抜ける。打っちゃい。緑。いや、惜しい。で、セジョンに預けて。セジョンのバックスピンロブ。
このパスが効果的なんです。セジョンさんのこのねキックの質高いです。でパトで時間作って走り込む斉藤美月、あー惜しい、これ勝ったっしょ、素晴らしい、2対0。今日はマッチングバリ早いです。札幌来た、2連チャンジェイスか、来たかも。さあマッチングということで調子見ていくんですけれども、うわー福岡選手絶不調じゃん。でも新戦力だから使っちゃうと。で高尾じゃあセンターバックで見てみるか。でウェリントンシューバー調子悪いからここに倉田シュー見て宇佐美と立ち位置変えてみよう。で相手どんな感じ、はい、待って、シャビエルがもういる、やばい、これは熱い、超最新コンサドーレスカットだ、やってこう。さあ対戦お願いいたします。ということで2試合目やってこう。で縦消したいけど、うわうめえな、うめえな、絶対さシャビエルとさ2社の相性いいやん。なんか見たよ動画、全く関わりないはずのシャビエルが2社に挨拶する、あ噛んだ、ここやばい、コロキやだ、うわ、おお東口、まあ、コンサドーレスカ今必死に作って途中ですから、うん、まあ、あとは西選手がね、完全席とかで発表されたら結構ね、スムーズに作れる。うん。で、パトー。で、出す。はい、宇佐美。で、ここでパトー。で、打っちゃう。うわ、菅さん。まあ、セーブ能力高いからね、菅さんは。はい、ここで。コオロキのさ、このさ、引いて受けて溜める動き、これマジうまいよな。で、ここで奪いたい。いや、シャビエルのこの、エチパス。やだ。名古屋スカ使った時にめっちゃ強かった。めっちゃ人来る。で、青木選手ともなんか相性めっちゃいいんだべ。おー、うまっ。いやー、今年はね、青木とシャビエルの年っぽいよ。倉田シュー、パトリックに当てて、はい、背負って。背負って、いいよ。うわっ、ナイスだな、止め方。お、ただただ、ファールでも止まらないのがこのガンバスタイル。うさ、みー、うわ、すげーさん。で、ここ一回中央入れるか。うん、下から繋いでこう。で、庄司で、縦パス重要よ、ここ。はい、倉田シュー落とす。で、石毛のこのスルーパス。おお、抜けた倉田シュー、はい、ポストも味方につける菅さん登場やん。クラブワールドカップやん、それも。とりあえず追いつこう。まずは、さっきからね、外してばっかだから。危ねえ、福岡選手の縦パス、ここ間入る倉田シュー、神。で、前向いて、パトリックが背負って、ここに走り込む宇佐美で、ついに決めていくと。いやー、前線3枚の関係、そして肩の坂サッカーらしい、そのビルドアップ、完璧やな。わ、シャビエルのフライパス、やだ。いや、シンプル。おー、今日、危ねえ。いや、マジ、シャビエルの使い方、いいな、お相手。シャビエルを知り尽くしてるけど、ここでパトリック抜け出す。パトパトリックが、ここで、ぶち込んでいく。いやー、滑るやつ。ウィーレの醍醐味や。今日はね、うちのパトさんがね、ちょっと不調かも。うん。ちょっと、調子悪い。お、石毛。いいよ。ただね、ガンバのペースになってきた。ここで、パト反転から、抜けるウサミ。抑えないでしょ。で、また決めていくのが、タカシなんよ。パト・ウサミマジコンビよくね。福田選手こっちで、奥野選手をここに持っていくと。これでラストやっていこう。相手完全リトリートしてんな。手前がドフリーだ。で、ここで繋いでいくと。いや、割と高尾全然いけるよ、センターバックで。で、縦パスつけれる。つけれて、ここでレアンドロ・ペレイラおとりで石毛来る。どこ出す？どこ出す？で、こっちなんよ。で、福田選手が決め、うわぁ！あと1分ある。縦行け。縦行って、ペレイラキープ。ペレイラキープから、サイド散らす。もう一個散らす。オッケー、完璧。完璧。意識走ってこい。走ってこい。無理か。で、中、スルーパスで、オーンゴールも無理？ま、ガンバマジ攻めやすい。3試合目やっちゃおう。待って、また？またコンサやん。はい、ということで3試合目マッチングしたんですけど、調子見ていきましょう。はい。斉藤美月3試合中2試合が割とね、調子悪いな。はい。またコンサドーレ。で、シャビエルもいると。さあ、対戦お願いいたします。いいよ。で、ウェリントンシューバーでタメを作って、ダブルタッチ、コンカタカシ。惜しい。いや、さっきの人同様、結構、うわー、やっぱ福森なんよね。はい。ただ、福岡選手、この試合、神ってる。いいよ。で、はい、宇佐美。はい、相手を引きつけて、抜けて、ここ、中央、誰？一毛。来た。パトリック、ここで物にして、物にする。これが、パトリック。おがしは噛みすぎん？いやー、うまい捌き方だけど、斉藤美月のこの守備範囲。ほーら、見て。このフィジーよ。うん。良すぎん？斉藤美月。で、ここ間入る宇佐美。完璧。で、パトリック、溜めを作って宇佐美がここ走り込んで、最後、折り返して、ウェリントンシューバー。これやばいわ。疑似3トップやっぱ強いね。ここで、はい、斉藤美月から、はい。はい、いいよ。で、ここ、宇佐美が落ちてフリー。はい。で、サイドの石毛がフリー。で、ここで走らせたことによって宇佐美が来る。完璧すぎ？完璧すぎ？で、折り返して、
パトリック、いや待った、ガンバ片野坂マジ強いぞ。小野瀬イエローもらってっから、まあ、藤原左持って石毛を右サイドで見ていこう。で、中消しながら、ここ、小柏選手。はい、完璧、藤原。藤原ないでいいよ。で、ここで石毛から裏一本、パトリック。いいんじゃないこれ。パトリックのフィジカル生かしていく。で、ここで、はい、ウェリントン・シューバーがこのためを作ってフライパス。で、パトリックが飛べ惜しい。セジョン、頑張って。いやー、ゲンタ、守備よ。で、石毛ここにフリーだの。フリー、あ、ウェリントン・シューバーか。こっちか。こっちが石毛か。ここ走ってんのが石毛か。いや、いいんじゃない？で、スルーパス。パトリックに。飛べ！いや、惜しい。で、宇佐美なんよ。うわ、待った、ガンバ強いぞ。見た今。ウェリントン・シューバーでタメを作って、石毛が神ランニングからのパトリックで外しちゃうけど、宇佐美が突っ込む。人数厚くね？勝っていくと、0対3。ガンバ強いぞ。型のサッカー、優勝！